SP 光介です。こんにちは。今日は5月の20日の金曜日なんですけども、以前ちょっと前に、ホーミー K 様の、マリーナに、自分と、ヒロミさんと、チカラさんと彼女さんでお伺いしたんですけども、ボランティアの活動をした後に、あのような海ではしゃいで、悪ふざけというか、まあ僕は面白いと思ってやったんですが、結構非難の声が大きかったので、自分もそのことの大きさに今本当に分かってまして、ホーミー K 様の方には本当にご迷惑をおかけしました。本当にすいませんでした。はい、それからですね、そのホーミー K 様のマリーナの人たちにも迷惑かけたと思いますし、関係者の皆様も本当に申し訳ございません。はい、そしてこれは本当にの話なんですけども、あの配信自体はそのいじめとかそういった発言も結構あったんですけども、コメントにあれは全て私が描いたというか、作ってこうやってください、こうやってください、こうやってくださいっていうふうに最初に段取りをしてやったことなので、あのいじめとかでは全くございませんので、そこだけはあの認識してくださいませ。はい、で今後ですね、その僕は誓って、もうあの K さんがマリーナに行くときはもうああいったふざけた配信はしないで、本当にボランティアだったらボランティアしかしませんし、あのそこだけはお約束しますので、ホーミー K さんおよび前の方々、申し訳ございませんでした。すいません。はい、でこれからの配信なんですが、僕は本当に体を張って笑いに変えるっていうスタイルが貫きたいっていうのはやっぱあるので、場所とか人間関係とかそういうのをもうちょっと考えて、きちんとやっていきますので、どうか今後もよろしくお願いいたします。皆様本当にすいませんでした。